マイケル・ティルソン・トーマスマイケル・ティルソン・トーマスは、アメリカの指揮者、ピアニスト、作曲家。本来はトーマスが性であるが、英語圏では極めて多い性であることから、ミドルネームを添えて、ティルソン・トーマスを称している。MTT とも略される。カリフォルニア州ロサンゼルスにて、ロシア系ユダヤ人の家庭に生まれる。祖父ボリストマシェフスキーは、 キエフ近郊のシュテットル・タラシチャ出身でニューヨークのイディッシュ劇場の設立者。祖父、ボリスの名はイディッシュ女優のベラ・フィンケルであり、ベラの夫は映画俳優、ポール・ムニ。南カリフォルニア大学にて、インゴルフ・ダールの下で学んだ。1969年に、ウィリアム・スタインバーグの後任として、ボストン公共楽団の指揮者としてデビューし、その後、 ニューヨークフィルハーモニック、ロサンジェルスフィルハーモニック、ロンドン交響楽団、サンフランシスコ交響楽団の指揮者を務めた。1988年には、クラウディオ・アバドの後任として、ロンドン交響楽団の首席指揮者に抜擢される。グスタフ・マーラーや、リハルト・シトラウスなど録音も多く行いた開評価を、得たが、同時期に、レナード・バーンスタインが名誉会長として就任していた。 手前、人気は隠れがちになってしまった。2004年には初めてウィーンフィルハーモニー管弦楽団の式台に登った。また、若い音楽家の育成を目的としてフロリダでニューワールド公共楽団を創設した。祖父の代からガーシュウィン一家と親交が深く、ジョージ・ガーシュウィンの権威として他の追随を許さない。 1995年以来、サンフランシスコ交響楽団の音楽監督を務めている。2019年時点で、ピエール・モントゥーの19年間を超える長期間の在任となっており、自主制作を含む録音も量産し黄金期を迎えている。特に、マーラーにおける一連の録音は、高い売り上げや豊富な受賞があり、極めて高い評価を得ている。 ゲイであることを自ら公表したことで知られており、現在は30年以上にわたって、プライベートとビジネスの両面で、MTT を支えている、ジョシュア・ロビソンと共に、カリフォルニアに在住している。2014年11月、ロビソンと正式に結婚した。ありがとうございます。